おはようございます。くんやりたんなのりゃ。うちはくゆたこ。実はくんやりたんさ、1月6日が誕生日だったのりゃ。おめでとうラインは誰からも来なかったけどね。まあネットのプットモがおめでとう言ってくれたからいいもん。でそれでさ、くんやりたん誕生日だから何かおごってくださいって言ったらさ、旅行に連れて行ってもらえることになりました。相手は数年前にネットで仲良くなった人なんだけど、なんか最近景気がいいらしいからこじきさせてもらうのりゃ。普段は早起きして旅行とか行かないんだけどね。おごりと言われればそりえもうプトッとびよ。あとお母さんもくんやりたんの動画見てるからさ、たまにはプットモと遊んでるとこ見せてちょっとは安心させてあげようってわけよ。いうわけで福岡空港に到着。他県民は知らないかもだけど、福岡空港ってすごいところにあるんだよ。なんと博多駅から電車で2駅、だいたい6分くらいで空港に着くのよ。とりあえず時間に余裕があるからくんやりするね。くんやりたん無職だけどさ、なんかこういうところでコーヒー片手にタバコ吸ってるとできる大人って感じしない？やっぱ大人の色気出てきた。ほら見てこれ、くんやりたんの本気の大人顔。ぷゆぷゆスカイハイ。さてくんやりたんはどこに向かっているでしょう？ヒントはお蕎麦が美味しい県なのりゃ。答えは到着してからのお楽しみぬえ。でもやっぱ飛行機ってテンション上がるのりゃ。くんやりたんは高いところがとにかく大好きね。飛行機のお姉さんがクロワッサンくれた。めっちゃ嬉しいよ。くんやりたん移動中お口が暇してるから、こういうぷゆっとした軽食があると幸せになるのりゃ。あとバースデー割とかいうので乗ったから、おめでとうカードももらっちゃっちゃ。ほっこりサービスで心くんやり。でも成人して以降の誕生日ってなんかちょっと焦りも感じるよね。というわけで長野県にやってきたのりゃ。ここは信州松本空港。地元と比べて結構寒いのりゃね。なんか今日は冬雪が積もってるところに宿があるらしいから、とだけワクワクぷよんです。ワイライクマイ。雪積もってるとこ。空港からバスで松本駅までやってきました。空港出てすぐ運転手さんがいたから全然迷わなかったよ。長野県結構冬だよ。ふっともたちと合流したのりゃ。赤食い気絶部とかいう部活動やってるらしいです。すっごく頭悪そう。車で目的地まで行くよ。1円も使わない上に足まで出してくれるなんて最高なのりゃ。ちなみに今回運転してくれてる人は大海さん。料理を背景に漫才をしてる YouTuber です。大海さんはくんやりたんに交通系 IC の作り方を教えてくれたり、しっこしたくなってきた時に毎回トイレを探してくれる人で、くんやりたんくん係としてとてもお世話になってます。動画も面白いから見てみてぬ。お昼ご飯はクソバなのりゃ。長野県のそばは美味しいって言うからとっても楽しみだよ。ふんやりたん、あとあれも食べたい。山賊の焼いたやつね。めっちゃ美味しそう。ふんやりたんね。ふんやりたんのやつはね、天ぷらの冷たそば。あとこれ見てほら、山賊焼き。みんなでは結構して食べるのりゃ。あとはやっぱハイボールでしょ。旅のお供には欠かせぬ愛。というわけでぷ乾杯。美味しいのりゃ。とっても美味しくてとっても美味しい。なんだこれ美味しい。ぷゆっぷ、そばとっても美味しかったのりゃ。というわけでお泊まり場所に向かうよ。いきなり雪積もってて驚いたのりゃ。テンション上がっちゃうぬえ。そして今回お泊まりするお宿はこちらです。白馬スキー場付近のすごいとこ。ここ2泊分全部おごってくれるってマジ。ぷゆぷゆルームツアー。もう階段からして高級感がすごい。ふんやりたん団地育ちだから感動がすごいのりゃ。でもこの手の机は社会人時代のミーティング思い出してちょっとぷゆね。ほら見てこれすごくぬえ。これ県警のお偉いさんのお家みたいだよ。おしゃれなバースペースもある。ふんやりたんさ、自分の区部屋にこういうの作りたかったの。上級国民の洗面所。おおほっほ、譜面遊ばせ。ベッドルームはどちゃくそ豪華。毎朝ここで目が覚めたらぷゆぷゆが止まらんのりゃ。今回の旅費の全額を負担してくれたミニのどか食い気絶部様、本当にありがとうなのりゃ。ぷゆぷゆぷいです。ミニさんは普段行かれたニンニク動画を投稿してる YouTuber さんです。動画も唯一無二な感じで面白い人だからみんなも見てみてぬえ。こびこびタイムは終了。タバコの時間なのりゃ。この銀世界の中で吸うタバコは格別にうまい。備え付けの灰皿もあって助かるのりゃ。管理人さんも冬だね。夜ご飯の買い出し。ふんやりたんね、晩酌用におやつカルパス食べたい。ダメらしいのりゃ。ありとあらゆる食材が売り切れてたので今夜はお惣菜祭り。まあ温めたら何でもうまいのりゃ。おーすげー。一つ一つは忙しい時の万能おかずなのに、並べるとこれ結構ごちそうだよ。ちなるぷゆぷゆが抑えられぬ愛。お腹がプーなのりゃ。というわけで早速乾杯。今日はミニさんとドカ食い気絶部のみんなと一緒にぷゆぷゆの宴を始めるのりゃ。それじゃあいただきます。ただ飯ただ酒最高。美味しいのりゃ。やっぱ一番美味しいビールってスーパードライだよね。ロング買っとけばよかった。お惣菜もすっごくぷゆぷゆです。ああ美味しいな。いつも一人だから分かんなかった。ご飯ってみんなで食べると美味しいな。それに今日はくんやりたんのために誕生日ケーキを作ってくれるらしい。誕生日に手作りケーキなんて初めてだよ。楽しみだぬわ。いちごスペシャルとパンケーキ。くんやりたんの誕生日ケーキ作るんだよね。菓子パンはさすがに無礼でしょ。そうやって使うんだ。それは普通に賢い。でもくんやりたんもっとちゃんとしたケーキ食べたい。ちゃんとしたケーキだ。すごい、どうしたのこれ。めっちゃケーキだよ。クリーム塗るだけでこんなに違うんだ。くんやりたんの似顔絵かわいい。口元ぷゆっててキュートなのりゃ。というわけで完成。菓子パンから作ったとは思えないクオリティ。ケーキを作ってくれた皆さんありがとうなのりゃ。ちなみに味と見た目はめっちゃケーキだったのりゃ。想像以上に美味しくてぷよ。いちごスペシャルってやっぱ神だよ。この後はバーカウンターでハイボール作ってもらったのりゃ。今日のくんやりたんはとっても幸せ。この夜市ってお酒はなんかこう
美味しいのりゃふんやりたんは冬休みモードに入ります。2泊3日の冬旅行、明日もいい日になりますように。冬っと気象、朝ごはんのカップ麺うめえのりゃ、飲みまくった次の日のこういうのが一番美味しいよぬえ。そしてぷんやりたんは今日人生初のスキーをやります。運動神経悪いから不安だけど、まあ子供でも滑ってるし余裕でしょ。あれなんかうまく歩けないのりゃ、思ってたんと違う。なんだこのツルツル板。転んだ痛みですぐさま諦めたぷんやりたん。スキー代をおごってもらったにもかかわらず2時間で下山。最初はひどく落ち込んだが、カレーとお酒が美味しかったので、元通り。一般常識と協調性の欠如、それがぷんやりたんという人間なのです。足と腰が痛いのりゃ、あとスキーはもう怖いのりゃ。でもせっかくスキー場来たし、なんかして遊びたいね。ねえ見てみてこれ、冬たこ雪だるま、すごくない？これ雪祭り出せるよ。スキーが終わったので帰宅。雪やばすぎる。最初は物珍しさではしゃいでたけど、こんだけ降ってたら鬱陶しいのりゃ。そして今からは冬っと買い出し。車が雪に襲われて前が見えないのりゃ。ここはぷんやりたんが一肌脱ぐしかないのりゃね。うー寒い寒い寒い、ひんやりたんになっちゃうのりゃ。この氷点下の中雪かきを志願したぷんやりたんはすごいよ。買い物前にちょっぴり寄り道。やっぱり雪といったら温泉じゃん。今入ったら絶対気持ちいいのりゃ。ぬえすっごいいい匂い。今夜はカレーらしいのりゃ。他にもお肉料理がたくさんあるらしくて楽しみだよ。これかなんかクソでかいバターある。なんだあれ、食いすぎでしょ。あぷんやりたんもちゃんとお手伝いしてるよ。ニンニクいっぱいムキムキしたのりゃ。ぷよんぷよん。ねえめっちゃ美味しそう。バターニンニクバターニンニクバターバターって感じ。すごい匂いするのりゃ。バターの量やばかったけど大丈夫かなこれ。美味しい。いけないのりゃいけないのりゃ。美味しすぎるのりゃ。辛めのルーがバターでマイルドになってる。やけくそみたいに入れてたガーリックステーキもいい感じ。奇跡的なバランスで成り立ってるよこれ。これはもう完全に毒湯です。冬冬花丸あげちゃいます。この豚肉のやつも美味しかった。めっちゃニンニク効いてるの。舌の口臭やばそう。冬っぷごちそうさまなのりゃ。もうお腹ぷゆっぷゆよ。ふんやりたん痩せ型だったんだけどさ、無職になってぷゆりつつあってやばいのりゃ。すでに体重3キロ増えて部員さんが1人寝てるのりゃ。マジでタイミングがいい。今なら何してもバレない。この人高そうなお酒持ってきてたから狙ってたのりゃ。寝てる間に飲んじゃおう。普段安酒しか飲まないからテンション上がるのりゃ。うめえ。なんかこううまく言葉にできないけどあれだ、深いお酒って感じ。今日は旅行最終日、楽しい時間はあっという間だね。今日はプヒルご飯を食べて解散するよ。車も大雪にやられてぷんやりしてます。雪降るとこに住んでる人って大変だよね。毎日こんなだったら絶対外出ないのりゃ。ぷゆぷゆ下山、ちょっと降りたらめちゃめちゃ天気いい。最後に松本駅でプヒルを食べるよ。美味しそうな店いっぱいあったから楽しみなのりゃ。ぷゆっと松本に到着。なんだか焼肉のいい香り。ぷんやりたんはもう焼肉のお腹になったのでここ行きたいのりゃ。うわーい、ぷにくぷにく。フラッと入ったお店だけどめちゃめちゃ美味しそう。待ちきれない。ぷゆゆゆゆゆ、ライスも行っちゃうよこれ。たくあん添えてあるの嬉しすぎでしょ。そんじゃぷんやりのお口にぽいなのりゃ。美味しいのりゃ。世界一うまい肉の部位カルビに決定。ラーメンも行っちゃいますよこれ。美味しいに美味しいを重ねるとダブル美味しい。あっさり系だから無限に食べれる。ぷんやり大満足でした。そろそろお開きの時間だね。とっても楽しい誕生日だったのりゃ。それにしてもこんなにおごってもらってよかったのかな。人数分の宿代とぷんやりたんの旅費で30万近く使ってる気がするのりゃ。ぷんやり空港に到着。とっても楽しい旅行だったのりゃ。こんなに豪華な誕生日は生まれて初めて。お金があったらいつもこんな生活できるのかな。施しを受け続けた3日間、いい年こいて財布を開かないその姿はまさに乞食。しかし楽しかった思い出は忘れない。この旅行はぷんやりたんの心を大きく動かした。ぷんやりたんが生まれた日をこんなに祝ってくれる人たちっているんだ。なんだか照れちゃうね。もっとさ、もっともっと有名になってぷんやりたんがいっぱいお金稼いだらさ、誰かの誕生日にご飯くらいおごってあげたいよね。今はまだ自分のことで精一杯、してあげる優しさを持つのも悪くないと思った3日間、無職なりに頑張ってみようと決意を新たにしたぷんやりたんなのだった。ぷんやりたんの挑戦は続く。ここまでのご視聴ありがとうございました。告知や交流を行っている X アカウントは概要欄に書いてるよ。フォローすると冬 QOL が上がるかも。質問なんかにも答えるから気軽に話しかけてね。 See you again。